じゃあ改めまして、本日は全国高等学校鉄道模型コンテストの、初出展支援説明会に、お越しくださいまして誠にありがとうございます。私は鉄道模型コンテストの、理事をやっております寺西と申します。で、このコンテストの生い立ちみたいな話からちょっとさせていただきます。で、もう何でしょうね、始める時も思いなんですけれども、高等学校さんの、クラブ活動で運動部っていうのは結構外に出て、で対外試合をして、で何でしょうね、区の大会とか都の大会とかいろんな大会をして、でそこで表彰状をもらったり、結構学校の中で部が認められてるんですね。で予算とかも、なんていうのね、潤沢とか言わないにしても、結構認めてもらえたとか、物質があったりとか、そういうようなところがあるんですけれども、なかなかこの文化系のクラブっていうのが、クラブ活動が、理解してもらいにくいですね。で、こう一生懸命こう作ったけど、学園祭でしか発表する場がないとか、で、なんかこうクラブが学園祭に向けていろいろこうやってても、なんていうかね、それあんたの趣味でしょみたいなね、あんた好きでやってるでしょみたいな扱いをされてしまって、物質がないとか、やっぱり予算がつきにくいとか、なんかそういう背景があるなって私は感じてたんですね。で、そういうような思いのある大人の方、あるいは学校関係者の方が力を合わせて、高等学校の鉄道研究部さんが何か作品を作ったときに、学校の外で、展示をして、でちゃんと評価してっていうようなイベントができたらいいねっていうところから、この全国高等学校鉄道模型コンテストっていうものが始まりました。で、始まった当初っていうのはまだ8校だけで最初やりまして、で各学校さんに作っていただいたものをつな、げてみんなで走ってっていうようなことだけをやりました。で、それからの回を重ねまして、今年の夏におかげさまで第7回の大会を行うことができました。今年は144校の高等学校さんにご出展いただきまして、またありがたい、嬉しいことに昨年から最優秀賞に相当する、優勝ですね、の学校さんには文部科学大臣賞という賞まで叩いていただけるような会に成長することができました。で、今日の出展説明会で皆様に何をお伝えしたいかという私の思いなんですけれども、参加は私どもはできるだけハードルを下げて出展しやすい環境を作っていきたいと思っています。で、また皆様の学校の都合に合わせていただいて、第1回目っていうのはできる範囲で作品を、自分たちで作ってピッチサイトの会場まで持ってきていただくということに一番価値があると思います。で、その後が大事なんですね。なんていうのね、なかなか学校の中、文化祭の中でしか返事っていうのはままならないような、背景あると思うんですけれども、外の大会に出していただくと、必ずクラブがですね、良くなると思います。で、それが後輩のモチベーションかもしれないです。なかなか部の中で、まとまりがなかったり、後輩は僕は私鉄が好きだけど、先輩はJR が好きなんだよねとか、こういろいろ学校さんによっていろんな事情あると思うんですけどね、大きな大会にエントリーしようということで一つにまとまるということがクラブの中で、うまくなされたとすると、ものすごくクラブが、みんながまとまって、いいクラブに成長できるんじゃないかなというふうに思っております。で、またなんていうんでしょうね、この大会に参加していただくと、
まあ、ありがたいことにですね、いろんなメディアさんとか、まあ、雑誌関係のものとかですね、記事に今までしていただいたりいたしました。くださいました。で、そういうものがまた学校の中にも情報として浸透していくと思いますので、そうすることによって私どもとしては非常に嬉しいことで、今まで同好会だったんですけど、クラブ活動に昇格しましたとかですね、今まで部室がなかったんですけども、部室もらうことができましたとかですね、予算が増えましたとかですね、非常に嬉しいお話をたくさんいただいておりますよ。なので、まあ、まずは、ね、ぜひ、来年の夏、1回目に作品持ってきてね、エントリーしてねというのが、まあ、お願いなんですけれども、もうここからは皆さんのクラブがどう発展するかというような話からちょっと話させていただきまして、まあ、もちろんいい作品作ってください。で、その後ですね、多分皆さんの物質やなんかも展示するところなかなかないと思うんですよね。保管しておくのも結構大変だと思うんですよね。で、いろんな学校さんをお伺いすると、やっぱり物質がない、置いとくところがないというのがお悩みだっていうのはよくわかるんですけれども、この大会が終わりましたらですね、ぜひぜひ私のおすすめは、作品をですね、来賓玄関に飾る交渉をしてください、ね。学校の事務長先生なのかは、校長先生なのか教頭先生なのかわからないですけども、ぜひぜひ、ね、学校の一番、ね、目立つとこ、ね、それは来賓玄関なのかもしれませんし、事務所の前なのかもしれませんし、ね、応接室の前かもしれませんし、学校さんによって状況違うと思いますけど、ぜひぜひそういうところにですね、もらった賞状と作品を展示します。それするだけでですね、学校の中の理解変わりますよ、それが多分将来、ね、だんだん大規模ができて予算が増えていくということにつながると思うので、ぜひ、ね、そういうアイディアは今日は今ここビデオで撮ってましてですね、具体的な話はこれ多分ネットに上がると思いますので、具体的な質問ありましたら、私にぜひぜひこの後お声掛けください。アイディアたくさん持っております。続いてですね、どうするといい作品ができるか。いい作品作るのは、イメージなんです。で、作り始める前が大事です。で、見てますと、やっぱり多くの教頭学校さんが、やっぱり考えてる時間がないですね。で、6月ぐらいに、なんて言うんでしょう、今どれぐらい作品できましたって聞くと、まだこのままですっていう学校さんが大半です。で、それから、夏休み始まった時点で、どのぐらいできましたっていうと、まだこのままですって学校さんが半分ぐらいあったりします。で、どこまで行っても、多分、この、風景作り、モジュールボードの作品作りっていうのは、多分イメージが大事なんだと思います。で、先ほどの話にもありましたけど、やっぱりどっかの風景を作りたいなら何度も見に行った方がいいと思います。で、いろんな角度から写真を撮ったりして、どういう風にしようかなってことを考えた方がいいと思います。で、考えるだけだとやっぱりそれ頭の中のイメージというか妄想みたいなものになっちゃいますから、なんて言うんでしょうね、できたらこのボードの上にですね、できたらこのボードの上にですね、新聞紙でもいいです、動画見でもいいです、実際にイメージしたものを、簡単なものでいいんですよ、ね、立体を作って置いてみるということは何度も何度もされた方がいいと思います。で、多分その積み重ねで気づきがあると思うんですね。多分ボードを見ていて考えてても、いろんなイメージって湧かないと思いますから、まあ、簡単な紙でいいですよね。いろんな形を作ってみて、実際にこの上に置いてみる。で、そうするとどうやってこうした方が、お客さんから見たとき、なんかびっくりしてもらえるんじゃないかなとか、感動してもらえるんじゃないかなとかっていうことが気づくと思うんですね。なんで、多分このイメージするっていうことが、とっても大事だと思いますし、
るいはその風景を作るんであれば、あの気に入った風景の場所に行くです、ね。まあ、海外だったりしてね、なかなか行けませんという場合には、それはGoogle とかの写真とかを活用してもいいと思うんですね。で、例えばそれを着実にやるっていうのが、なんて言うんでしょう、作品がやっぱり完成度の高い作品につながるんだろうというふうに私は思っています。この後、ね、工作コースの中でも多分そういう話があると思うんですけど、ね、目つぶったらこの風景ってことがイメージできたとすると、それはいいものが必ずできるかなというふうに考えています。ですので、この写真 DVD なんかも参考にしていただいて、という、ね、いいところは、ね、いただいて、ね、で自分たちはどういう風景で、やっていきたいなってことを、ね、妄想してイメージしていただいて、ね、夢を詰め込んだ作品だったら、きっといい作品になりますし、ね、来場者も学校関係者の気持ちも、ね、応援するようなものができたら嬉しく思います。でまたそれを通じて皆さんのクラブ活動を発展していただけたら本当に嬉しく思います。皆様おはようございます。ご紹介図解があった出席の加藤の加藤です。左なんですけども質問をさせてください。今1年生の方、高校1年生の方、高校2年生、さすがに高校3年生はいないですよね。先ほど先生が初回は気軽にねって言うんだけど、高校2年生で参加すると思うことがないということなんですけど、まあ精一杯自分の思いを作っていただければなと。でもね、あんまりっていうか、頑張ったところでやりきるっていうところがおそらく重要で、備えが何使うですとか、いろいろあると思うんですけども、やりきっているというその部分だけに集中していただけるといいんじゃないのかなと。中途半端が一番よくなってて、やりきるっていうところが審査員の先生なんかもよく言われておりましたので、何をテーマに作るかっていうのは皆さん次第だと思うんですけれども、ビルドワークに行くということ自体がもう勉強だと思いますし、分かんなかったら足を使うっていうことが一番重要なんだと思うんですね。作り方技法は今日この後いろんなテクニックを教えていただけると思いますので、お時間で許される限りご覧になっていただくとよろしいかと思います。で、どうやれば勝てるのかというのは、皆さんの後ろに、優秀作品がですね飾られていて、で、あ、なるほど、雪の条件はこうやるんだなとか、これ登りってこうやって作るんだなとか、交渉ってこんなにウェザリングするんだなっていうことがみんな見えてくる、じっくりは見えてもらえないと思うんですけども、ぜひご覧になっていただきまして参考にいただければなと思います。と、今年は優秀校共立の皆さんが優勝されたんですけれども、文部科学大臣賞を取られたんですけれども、今年は11月にドイツのシュチュットガルトというところで行われておりますとヨーロッパのエヌゲージコンベンションの方にで参加されました。で、見事ですね、向こうで大変優秀な成績を収められて、で現地のヨーロッパのエヌゲージャーたちにですね、もう大変驚きを持って受け入れられたということがあります。優勝するにはそこに飾られたという作品ぐらいなコンセプトをよくと凝縮して表現するなり表現するなりしていただく必要があろうかと思うんですけども、でも自分の思いをですね形に据えて、おそらく考え続けちゃうと進まないので、どんどんいろんなもので作ってみると、紙粘土でもいいので作ってみて、いろんな形を作ってみてバーッてやってみるなんていうことも
どうも、メーカー立場が悪いですけれども、の皆様の、活躍、広報支援させていただいておりますので、ぜひ青春時代、高校時代にですね、いろいろ思い出を作っていただいてほしいです。簡単ですが、よろしくお願いします。頑張ってください。どうもありがとうございました。本日は、どうもありがとうございました。ちょっと私の最初の話は最低限の話ばっかりちょっと話しさせていただきましたけれども、これ審査員の方々のお言葉はみんなそのうまい下手じゃない、やりきったの、やりきってないのはやっぱり一番見られてるんじゃないかなっていうのは感じております。だから中途半端なのに参ったっていうのがやっぱりですね、お客さんとか見てると伝わっちゃう。だから最後まで試合しましょうっていうところをまあね、精一杯ぜひ、ね、やってください。で、せっかく作品を作ったのを、ね、うまく見せるには、どうすればいいのっていうね、ちょっとツボの話であるんですけど、作った作品をどうするとね、うまく見せることができるかなっていうですね、私の思ってくることね、私が思うことなんで、一般的じゃないかもしれませんけど、ちょっと話しさせていただきます。で、ボードなんですけどね、あとで、なんていうんでしょうね、各校の作品、あるいは、まあ、ここ、ね、ショールームですから、ショールームの作品の、作品のこのボードのですね、側面、ちょっと、このね、ボードのね、側面をですね、後でよく観察してほしいんですが、何が言いたいのかっていうと、結構多くの学校さんが山作られるんです。あるいは、こういうとこをくり抜いて、なんでしょうね、川とか海とか作られるようなケースあるんですね。で、その時に、この側面をですね、きれいなベニヤ板で仕上げる。ベニヤ板じゃなくてもいいですよ、ね、プラスチックでもいいですし、素材は何でもいいと思うんですけれども、見せ方として今私がお話ししているのは作った作品じゃない、作った作品の周りの仕上げ方なんですよ。これ大事なんですよ。で、もともとのメーカーさんのショールームの作品、ベニヤ板できれいに1枚になって同じ色で塗られてるんです。ところが、その多くの学校さんで山作りましょうって言うと、山先に作っちゃう。で、山先にこう発泡スチロールかなんか積んで作ってしまって、で後から側面に行くともないねって、ケースとしては、紙貼られてるとか、ボールが貼られてるようなケースがあるんですね。で、これね、もったいないですから、山作るんであれば、まず山一回作ってみる。で、その後で、どういうサイズの側面になるのかなって分かったら、ミニエータでもね、かなんかで、その山の形の側面先にきれいに仕上げたんですよ。で、後から山作る。でも、側面がすごくですね、きれいだと、作品がですね、すごくね、美しいものに見えちゃうんです。よろしいですか。これ結構ね、ポイントだと思います。あとで、ね、緑で塗られている作品っていうのは、ショールームのものですから、それ参考にされるといいと思いますよ、ね。どういう、山先作って、脇は紙貼ったり、ボール紙貼ったりで終わっちゃってるものって、ね、結構弱々しいんですね。で、大会終わった後ですね、学校を置いても、やっぱり、こう、傷んでちゃったりとかってしやすいんですよね。で、そうすると、どうしても、ね、中身が発泡ショールだとか、柔らかいものになりますので、どうしても傷んでしまうんですね。で、傷んできちゃうと、その後輩に、何年かなった時、これ傷んでるから捨てちゃいましょうねって捨てられちゃうんです。なんで、側面上手に作りましょう、ね。それはまず私から、の提案です、ね。あとはですね、側面はね、一応、いろんな話を伺いますと、この側面を塗れるのも、学校さんの設備も厳しいっていう学校さんもあるので、一応は塗った状態で、お送りしますけれども、本当はもっとね、紙やすいとかで磨いてね、紙やすいで磨いて、また研究すると、もっと全然きれいになるんですよ。
で、学校のことここに行っていいのかなと思いますけど、お茶碗も木箱に入るとすごく高級な茶碗にイメージしたので、ね、よろしいですか、ね、で、ボードは、ね、この側面綺麗だと立派な作品に見えちゃいますからね、よろしいですか、ね、だからボードは綺麗に仕上げられた方がいいと思います、ね、あともう一つですね、学校名はできるところが大きく綺麗に書かれるのがいいと思います。で、多分この大会終わるといろんな、なんていうんですかね、雑誌に作品が載ると思います。で、その時に、なんていうんでしょうね、ちょっと雑誌もこの辺置いてきますから、後からね、気になったら見てください。で、その時にですね、学校名は見えちゃうんです。だから、何が言いたいのかというと、ここは学校名だけは綺麗に書くのがいいと思います。これこだわった方がいいですよ。ね、結構ものづくりをしていこうとすると、制作に時間がなくなっちゃって、半日ギリギリで、なんかね、学校さんに、学校の封筒がなんか切って、ね、貼ってあるとかね、なんかそういう学校さんもあるんですけれど、ではなくて、なんて言うんでしょうね、余裕があれば、なんて言うんでしょうね、マッシングテープみたいなのを貼って、全部肩で切り抜いてみるとかですね、なんかうまくかっこよく学校に入れられると、それはそれですごくされます。作品の、このボードの上の内容一緒でも、やっぱりこの人意味はすごく大事だと思いますので、すごく気を使うといいと思います。それからですね、制作中の写真はできるだけこまめに、ぜひ撮ってください。先ほど言わなきゃいけなかったんですけど、制作中の作品っていうのは、こまめに撮りましょう。で、作ってると忙しいんでね、なかなか写真撮るチャンス撮り忘れちゃうのね。誰でも、でもそうなのね。大人もそうなのね。私もそうなのね。で、気づくとできちゃうのね。で、始めちゃうと集中して作っちゃうんですけれど、できるだけこまでに写真撮ります。どうもね、この、ね、サラというか何もやってないボードからいきなり完成になっていっちゃうんですね。で、来年に向けて、各学校さんにプレゼンテーションみたいな、ビデオみたいなのを作ってねっていうようなお願いを、おそらくすると思います。まあ、時間は短くていいんですけれども、ね、こういうところ苦労したよとか、ね、こういうところの風景作りましたよとかですね、こんな風にして作りましたよとかですね、部の、ね、PR でもいいです、ね、制作の PR でもいいです。やっぱり来場されたお客さんの気持ちになると、これどこの風景作ったのかなってやっぱりハテナいっぱいなんですね。なんで、今までは、作品紹介パネルっていうパネルを、ご準備いただいて、で、上に、紙ケースで書いてもらったりして貼ったりしてたんですけども、どうも、ね、伝える情報量が伝えきれないとか、お客さん見てもよくわからないっていうのがあるんで、来年度からは、そうですね、ゼロでもいいですし、初めての企画なんですけども、動画みたいなのを撮って、YouTube みたいなので見れるような仕組み作りしましょうねって思った自分自身なんですけども、そういうお願いは、6月の説明会で多分すると思います。で、動画を撮るとか撮らないとかはちょっと後回しなんですけども、それは紙ベースでも一緒ね。作品紹介パネルを作るにしても、写真ないとね、説明するのは、言葉だけでは全部厳しいですよね。で、そういうこともありますので、ぜひ途中途中の写真は、ここまでにお撮りください。いい作品を楽しみに、しております。皆さんよろしいですか？そうしましたら、本日は、先生説明会に、ご参加いただきまして、どうもありがとうございました。皆さんの学校の発表を、期待しております。